Spinner。 おはようございます、菊池ゆりなです。6月6日木曜日、世界で今起きていること。世界で重要な選挙が目白押しの6月、今日から始まるのはヨーロッパの今後を左右する欧州議会選挙です。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。欧州議会選挙が始まる。 EU に加盟する27カ国では今日から欧州議会の選挙が始まります。720の議席が人口に応じて各国に割り当てられ、それぞれの国で有権者が9日まで3日間にわたって投票を行い、比例代表制で議員を選出します。現在ヨーロッパでは経済や移民対策への不満から中道の主要政党への支持が落ち込んでおり、今回の選挙では極右勢力やポピュリスト政党の台頭が予想されています。また5年前の前回選挙では躍進した環境政党も苦戦しており、選挙の結果次第ではEU が最重要課題に掲げる環境対策に影響が出る可能性があります。さらに東欧諸国では終わりの見えないウクライナ戦争での支援疲れも広がっており、今回の選挙では EU が今後も結束して様々な課題に対処していけるかが問われることになります。 NVIDIA が3兆ドルクラブ入り。半導体大手の NVIDIA の株価は5日のニューヨーク市場で前日比 5.2% 高で取引を終え、時価総額が3兆120億ドルとなりました。アップルの3兆30億ドルを抜いて世界第2位となったほか、時価総額が3兆ドルを超えるのは首位で3兆1500億ドルのマイクロソフトを含めて3社目です。テック各社が生成 AI 関連に巨額投資をする中、半導体の需要は伸び続けており、市場からの期待が高まっています。ボーイングが宇宙開発に向けて一歩前進した。アメリカの航空機大手ボーイングが開発した宇宙船スターライナーが5日フロリダ州ケープカナベラルのケネディ宇宙センターから打ち上げられました。宇宙船には宇宙飛行士2人が乗船しており、 ISS 国際宇宙センターに向かっています。スターライナーの有人テスト飛行計画は当初予定されていたより大幅に遅れており、先月5月そして6月の2回にわたり打ち上げのカウントダウン中に問題が発生し、計画が延期されていました。イーロン・マスク率いるスペース X に対抗する民間宇宙開発企業として一つ歩みを進めたボーイングですが、同じく開発している航空機737MAX で頻発している事故により、同社の先行きには不安もささやかれています。アメリカで空飛ぶタクシーに青信号。いわゆる空飛ぶ車こと eVTOL を開発するアメリカ企業の一つ、アーチャーアビエーションがアメリカ政府当局から商業運航を開始する許可を得たことを発表しました。同社の CEO アダム・ゴールドスタインは声明を発表し、安全かつ持続可能性のある世界初の電動エアタクシーサービスを立ち上げるにあたり、高い安全性が評価されたと述べています。アーチャーはアメリカ空軍とのパートナーシップを結んでいるほか、6月には同社が開発する eVTOL ミッドナイトに対し、韓国のカカオモビリティが最大50機分の予約注文を行ったことも話題になっています。地球は危険な限界に近づいている。 WMO 世界気象機関は5日に発表した報告書で、観測史上最も高かった2023年の世界平均気温を今後5年以内に上回る可能性が 86% あると指摘しました。また2015年のパリ協定では、世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べて
1.5 度に抑えることを目標としていますが、今後5年以内に 1.5 度以上高くなる可能性も 80% としています。今年の異常な暑さはすでにインドや北米などで観測されており、ブラジルでは豪雨による洪水が発生しました。国連事務総長のアントニオ・グテーレスはこの結果に強い危機感を示しており、各国政府が化石燃料企業による広告を禁止するよう呼びかけました。昨年の夏も暑かったですが、今年の夏もそれ以降も暑い日が続きそうです。地球温暖化に対するアクション、皆さんは何かされていますか？ぜひ SNS でハッシュタグデイリーブリーフをつけて聞かせてください。菊池ゆりなでした。今日も良い一日を。